はい、皆さんこんにちは、あきとです。過去問解説で2019年京大理系の第1問の問い2を見ていきたいと思います。問題はこちら。次の定積分の値を求めよう。過去1番、インテグラル0から4分の π のコサイン上 x 分の x dx。 過去2番、インテグラル0から4分の π のコサイン x 分の dx。 この計算をしてくださいというような、こういった問題となっています。今回は定積分の計算に関する過去1、過去2の2問なんですが、まずは過去1番、コサイン事情 x 分の x、 この定積分の計算をしてくださいということで、形としては今回 n 次式×三角みたいな、こういった形をしております。 x というのは1次式とコサイン事情分の1というのは三角を含むような形で、この積の形の積分なんですが、通常の処理によってこの n 次×三角の積分を行う際には部分積分を行いましょうというのは基本的な処理になっていて、ここでもこの部分積分を行って計算していきたいと思います。この部分積分を行うことによって、どこか微分できるよ。特に N 次式って微分していくと、最終的に定数になって、この部分っていうのは消えていくよということで、それで計算ができるわけです。だから、この N 次×三角に限った話ではなく、N 次×指数とかにおいても部分積分っていうのは有効になってきたりして、特に異なるものの積っていうのはそのままでは計算できないんだけど、それを微分とか積分して、なんか都合のいい形になるときには部分積分っていうのは有効になったりします。今回は、この X っていうのを最終的には微分したいよと。そうなるように部分積分を使っていきたいです。最終的に x が微分できるようにしたいので、 x を単独で分けて x かけコサイン事乗分の1というふうに見てあげましょうと。最終的にこれを微分したいんですが、部分積分の公式を使う際にこれを微分するためには、先に微分してこれになるようなやつ、要するにコサイン事乗分の1の積分を行わなければいけないんですが、まあ、今回はタンジェントの微分の形になっていて、まあ、公式の形なのでパッと見つかりました。で、あとはこれでもう部分積分してあげておしまいです。 x かけタンジェント x、0、4分の π、引くインテグラル0から4分の π の、まあ、この微分っていうのをこっちにつけてあげると、結局 x の微分で1かけタンジェント x の dx ですよと。これ上代入してあげると、4分の π かけ、まあ、タンジェント4分の π っていうのは1なので、まあかける1ですよと。引く0代入すると結局0で、あとインテグラル0から4分の π のこのタンジェントの積分の計算をしていきたいんですが、微分してなんかうまいこと計算してタンジェントになるやつっていうのをタンジェントの形で見つけたら大変で、積分の計算においてタンジェントが残っているとあんまりいい形ではないので、基本的にタンジェントはコサイン分のサインに直そうっていうのが基本となって、これでうまくいくことが多いです。今回もタンジェントをコサイン分のサインとコサインとサインの形に直してあげると、ちょうどここっていうのがインテグラの fgg' と、中身が合成関数の微分の形になっています。具体的には今回コサインx 分の1、まあ分の1っていうのは f というふうにして、その中にコサインが入っていて、それにコサインの積 g' みたいな形になっているよと。コサイン分のサインというふうになっているので、コサインの微分みたいな形になっているよと。なので、あとはこれで積分が計算できるわけなんですが、最初から4分の π 引く微分して分の1になるのはログなので、ログ、それに今コサインを放り込んでるよということなので、ログの絶対値のコサイン x、これ微分するとコサイン分のコサインの微分なんですが、コサイン微分するとこれマイナスサイン、ちょっと符号は注意が必要で、マイナスサインになっているので、コサイン分のここも合わせてマイナスサインっていうのがこれの微分だから、まあ、こうプラスにするとちょうどこれでコサイン分のマイナスサインっていうのが出てくるよと。これと同じ形が出てくるから、これを計算していけばおしまいです。あとはこれを計算していって、今回は4分の π 足すログのコサイン4分の π っていうのはルート2分の1、ルート2分の1マイナスログのコサイン0っていうのは1で、4分の π のログのルート2分の1っていうのは2のマイナス2分の1乗で、これ肩の数字を置いてきてマイナス2分の1のログの2というふうになるので、4分の π マイナス2分の1のログ2、ログ1っていうのは0なので、ここは無視して答えとして4分の π マイナス2分の1ログ2というふうに計算することができました。まあ、今回 N 字×三角の形なので部分積分をして計算していって、あとはタンジェントの積分なのでコサイン分のサイン直して計算していっておしまいということで、これで括弧1番がおしまいです。じゃあ今度括弧2番見ていきたいと思います。今度括弧2番に関してはもうちょっとシンプルな形をしていて、インテグラル0から4分の π のコサイン x 分の dx というようなこういった形をしています。で、今回この形では何か公式の形となっているわけでもないし、まあ、括弧1みたいに x かけなんとかみたいになってるわけでもないので、これちょっとうまく変形していかなければいけません。まあ、いきなりパッとできるかといわれたら1回ぐらいは経験しておかないとなかなか厳しいかもしれないんですが、普通の操作では。ただまあ京大受ける人たちだとこれはかなり有名な形なので1回ぐらいは経験してるんじゃないのかなと思います。
これどういうふうに変形していくのかということなんですが、三角関数、こういうふうにコサインの一次式みたいな、一次式ってあんま強くなくて、三角関数って二次の方が扱いやすいので、無理やりこれ二次式にしようと。まあ、つまり分子分母、例えばコサインをかけてあげると、コサイン二乗というふうになって、これで二次式を無理やり作り出してやるよと。で、三角関数二次式にすると何が嬉しいのかっていうと、例えばコサイン二乗って1引くサイン二乗と。要するに他の種類に変えたりすることができたりして、タンジェントとコサインの間も2次の関係で結ばれているので、三角関数2次の方が相性がいいよ。まあ、それを踏まえて分子もコサインをかけて、コサイン2乗は1引くサイン2乗だから、こういうふうな形にしてあげました。で、こうすると、まあ、慣れてくるとこのままの形でもできるんですが、1マイナスサイン2乗、まあ、サイン x の2乗というふうに見てあげて、2乗分の1に、ここにサイン x の微分、このコサインっていうのはサイン x の微分というふうに見てあげると、結構これ 1-t 次乗分の1。この積分をすればいいよねと。慣れてくるとこのままの形でもできるんですが、まあこれは t イコール sinx というふうに置くことにしましょうか。t イコール sinx というふうに置いてあげて、まあ要するにこの sin という塊を見ると、これがちょうど sin の微分 dx というふうになってるから t の話になるよと。こういうふうに置いてあげると、じゃあ x が0の瞬間っていうのは sin っていうのは0ですよ。x が4分の π の瞬間っていうのはルート2分の1ですよと。で、1マイナス t の次乗を。で、dt っていうのが cosxdx と。まあちょっと cosxdx っていう塊を作り出しているので、結局 cosxdx 合わせて dt と。こういうふうに置いてあげると結局これを計算すればいいよということがわかります。まあ、慣れてくると結局サインっていう塊で見ているだけなので、このままの形で変形していけばいいんですが、まあ、とりあえず慣れないうちはこういうふうに置いてあげて、割と簡単な形になりました。まあ、今回分数の形になっているので、部分分数に分解していきましょう。今回入れると1プラス t 分の1。まあ、この分母っていうのを分解してあげると、1マイナス t 次乗分の1っていうのは、これ1足す t と1引く t 分の1と、これ1足す t 分の1。足す1引く t 分の1っていうのを考えてあげれば、これ通分すると、左側の方、分母に関しては1足す t、1引く t っていうのが来て、これを通分すると、1引く t 足す1足す t というふうになり、1足す t と1引く t という分母に対し、分子の方は1マイナス t とプラス t が打ち消し合って、結局2が残っているよと。だからこれを2分の1倍すれば、いいよねということで、これで部分分数分解ができました。だからこれをやってあげて、2分の1の、1足す t 分の1足す1マイナス t 分の1の dt と。まあこれの計算をしていけばいいよと。あとはこれ普通に分の1の形の積分になっているので、ログを使っていって、2分の1のログ絶対値1足す t。こっちが1マイナス t っていう風になってるので、マイナスのログ1マイナスの t と。まあこれ微分すると1マイナス t 分のマイナス t の微分でマイナス1が出てくるから、あらかじめマイナス1倍しておくよと。0とルート2分の1と。なので2分の1の、まあちょっとこれ先にまとめておきますが、ログの絶対値の1マイナス t、1足す t の0ルート2分の1なので、2分の1のログ1マイナスルート2分の1、1足すルート2分の1と。まあこれは正の値になっているので、絶対値はそのまま外してあげて、マイナスのログ t に0を入れてあげると、結局1分の1と。だから今回は2分の1の、結局ここは0で、ログの、これ分子分母ルート2倍すると、ルート2マイナス1のルート2プラス1というふうになりますよと。じゃああとは、ここの部分の計算で、2分の1のログの、じゃあここ有理化すると、分子分母にルート2プラス1っていうのをかけてあげれば、ルート2たす1の次乗ですよと。分母に関しては結局、2引く1分の、こう、つまり結局1分のなので、ログの中身ってのはルート2たす1の次乗というふうになるよと。で、ログの性質型の数字を置いてきて、ログのルート2たす1というふうに、まあ、この2分の1と2が打ち消し合って、ログのルート2たす1というふうになって、こういうふうに計算していくことができました。はい。
ということで今回はコサイン分の DX という形で、まあ1回ぐらい経験しておくといいんですが、分子分をコサインかけて二次式にしてサインという形で塊を作り出してあげて、必要があれば置き換えをしてあげれると、結局分数の形の積分をすればいいので、あとは部分分数分解して計算していけばおしまいですよと、こういうふうな感じで計算していくことができます。まあ、ちなみにこれを思いつかなかった場合ってのはどういうふうにしていくのかということなんですが、例えば最終手段として三角関数二次式が相性いいよという話でしたが、三角関数の積分の最終手段で、じゃあ今回で言うと、例えば0から4分の π の、じゃあこれは二次式にやっぱりしてあげたいんですが、これ半角公式を使ってあげて、まあ倍角公式でしょうか、これを cosx っていうのを cos の 2×2 分の x というふうに、何かの2倍、角度が2倍というふうな形になっているよと、2分の x の角度が2倍というふうに考えて、 cos 2乗2分の x マイナス sin 2乗2分の x 分の1の dx と、まあ、無理やりこういうふうに二次式にしてあげようと、まあ、さっきは分子分をコサインをかけましたが、そうじゃなく倍角公式を使って cos 2乗引く sin 2乗という形で無理やり二次式にしようと。で、こうしてやって、じゃあこれを cos 2乗でくくり出してやると、1マイナスこの分母を cos 2乗2分の x 分の dx というふうな感じで、ここを cos 2乗でくくり出してやると、ここは1引く、ここは cos 分の sin なので、タンジェント2分の x の2乗というふうになり、で、ここで t イコール、タンジェント2分の x みたいな感じで置いてあげると、ここの部分っていうのがちょうど cos 2乗分の dx みたいな感じになっていて、まあ、あとは2分の1とか出てくるんですが、ここは dt となり、1引く t 乗分の1、まあ、形としては同じような形になるんですが、三角関数の形の最終手段として、こういうふうにとりあえず二次式の形にしようと、あとはタンジェントのその半分の角度の部分っていうのは t で置いてあげて、まあ、二次の形になっている時のそのタンジェントを置いてあげるというような、まあ、そうするといろんな、この形以外にもいろんな形で通用するような計算ができるので、まあ、仮に今のが思い浮かばなかったとしても、こういうふうにやっていけばちょっと大変にはなるんですが、計算することができます。で、今からまあこの方法でやっていこうと思うんですが、まあ、最後これでやっていけばできるし、まあ、これと本質的には同じではあるんですが、これ cos 分の1に対して、これよりも、まあ、sin 分の1の方が計算がしやすいよということがあるので、一応これを利用して今と同じような方針でちょっと計算してみたいと思います。今回はこれを1回 sin 分の1みたいな形にしたいので、1回 t イコール2分の π マイナス x というふうに置いてあげたいと思います。こういうふうに置いてあげると、結局2分の π マイナス x の cos っていうのは結局 sin の形になるよと。こうすると x が0の時 t っていうのは2分の πx が4分の π のとき t っていうのは4分の π、 2分の π から4分の π 引くのでこうと。で、これ結局 x イコールというふうな形にすると2分の π マイナス t、 これ移行して移行すると2分の π 引く t なので、ここっていうのは cos の2分の π マイナス t というふうになり、で dx っていうのは結局これマイナスの dt と、これがマイナスの dt というふうになって、で、これマイナスついて、これ上と下をひっくり返してあげると、このマイナス使って上と下ひっくり返すと、結局4分の π、こっち側が2分の π と。で、コサイン2分の π 引く t っていうのは、これサイン2分の π、サインの t というふうになっているので、まあ、とりあえずこれでコサイン分のなんとかっていうのはサイン分のなんとかというふうな形にすることができました。で、こういうふうにサイン分のなんとかというふうにすると、ちょっとコサインの形よりも計算が楽になるんですが、今と同じようなことをやっていきます。じゃあこの計算に関してなんですが、4分の π から2分の π で、今と同じようにこう倍角を使って無理やり二次式にするよと。今度は2倍の sin 2分の t、 cos 2分の t との dt で、今やったのと同じようにこれ cos 2乗でくくり出して、タンジェントという塊で見てあげようと。これを cos 2乗2分の t 分の dt というふうに見てあげると、コサイン2回取り出すので2倍のコサイン1回取り出し、もう1回取り出すから、タンジェント2分の t 分の1というふうになっているよと。で、今回は、まあ、例えば必要があれば u イコールタンジェント2分の t みたいな感じで置いてあげればいいんですが、まあ、今回このサイン分の1に関してはこのままもう計算がパッとできちゃっていて、今回はログの絶対値タンジェントの2分の tというふうな感じで実は計算できちゃっております。まあ必要があればこういうふうに置いてあげると、結局2倍の u 分の1かけ、これ微分すると du っていうものが
コサイン2乗2分の t かけ中身の微分の2分の1の du というのがあって、でコサイン2乗2分の t 分の du っていうものは、これ両辺2倍すると2倍の dt ですね。コサイン2乗2分の t 分の dt、 これ2倍の du というふうになるよ。これ2倍の du で、これ2と2が打ち消しちゃうので、結局 u 分の du と。だからこれログ絶対値 u というふうな形になるよと。まあ、つまり、ログのタンジェント2分の t というふうになるよということがわかるので、コサイン分の1だと部分分数分解必要なんですが、サイン分の1だとそういうのが必要ないから、これちょっと楽になるよと。まあ、やってることは結局、角度を半分にして2次の形にして、これをタンジェントをなんかで置こうということで同じなんですが、まあ、これを知っておくとちょっと楽になるよということで、これを紹介しておきたいと思います。で、あとは頑張って計算して、ここもちょっとやっぱり大変になります。なので最初に紹介した通りでできるといいんですが、まさにそれが思いつかなかったりとかした時にも、最後これでやっていけばいいんですが、このタンジェント、ログのタンジェント4分の π、マイナスログのタンジェントの8分の π と。で、タンジェント4分の π ってのは1なので、ログ1で結局0と。で、マイナスログ8分の π というふうになるんですが、これマイナス使って、タンジェント8分の π 分の、まあ、1と。結局、ログタンジェント8分の π 分の1ということで、これを計算していけば OK と。じゃあ、ここでタンジェント8分の π 分の1っていうのを、あとは計算していけばおしまいで、ちょっと大変ではあるんですが、タンジェント8分の π 分の1っていうものは、これ8分の π だとよくわからないので、倍の角度4分の π にしたいよと。ルートのタンジェント2乗を8分の π 分の1というふうにして、無理やりタンジェントの2乗を作り出そうと。こうすると、タンジェントの2乗の8分の π っていうものは、これは半角公式で1たすコサイン角度が倍の4分の π。1マイナスコサイン角度が倍の4分の π というのがあって、今回これの逆数を取っているので、1マイナスコサイン4分の π。1たすコサイン4分の π。こういうふうに変形ができ、結局、1マイナスルート2分の1。こっちは1たすルート2分の1ですよと。これがタンジェント8分の π 分の1で、これ分子の2倍すると、ルート2マイナス1、ルート2たす1と。で、これ有理化をすると、2マイナス1分のルート2たす1。分子分母にルート2たす1をかけて、これの2乗と。1分のは無視してあげると、ルートのルート2たす1の2乗なので、これルート2たす1。だから、今このタンジェント8分の π 分の1っていうのを計算していった結果、最終的にルート2分の1なので、これでログのルート2たす1ということで、まあ、当然同じ結果にはなるんですが、こういうふうに計算していくこともできます。なので、このカッコ2番に関しては、最初やった通り、コサインかけて、分子分母にコサインかけて、それでやっていくっていうのは早いので、それできるようにしておくといいんですが、開始験上でそれを思い浮かばなかったとしても、結局、タンジェント2分の x っていうのを置いていくよみたいな感じの流れを知っていけば早くできるよと。まあ、コサイン分の1よりサイン分の1の方が楽だっていうことを知っていれば、まあ、1回それ最初やったように2分の π 引く。x の t とかで置いてあげてやっていくと、まあ、こういう風な感じでやることもできます。まあ、後半の方に関してちょっと大変ではあるんですが、試験本番だと、まあ、とりあえず答えを出せることが大事なので、まあ、先に時間かけてでもこの問題では解きたいと思いますので、まあ、とりあえずこんな感じでちょっと時間かかってでも確実に解ける方法も含めて一応紹介をしておきました。はい。ということで今回は2019年兄弟理系の第一問問2を見ていきました。また見てください。バイバイ。